守りきれなかったも本当に悔しいです大阪府門真市に住む女性一昨年2月当時私立中学校に通っていた一人息子の A さんが自ら命を絶ちました同級生からのいじめに苦しめられた末でしたどつき回すぞなんで死なないの 生前、A さんの SNS に書き込まれた匿名の投稿なくなる直前まで続いたといいますさらに誹謗中傷は A さんのいないライングループでも繰り返されていました私はもう計画的な殺人やと思ってますからね、はい、で、旅立つ決断したのは息子ですけど背中を押したのは 加害者と思ってますし市の第三者委員会は今年3月調査報告書を公表匿名で投げかけられた SNS での誹謗中傷や A さんが含まれない LINE グループでの暴言など合わせて62件をいじめと認定しいじめと自殺の因果関係を認めましたまた学校側にも A さんが被害を訴えていたにもかかわらず いじめとして対応しなかったなど法的ないじめ対応の意識が根本的に欠けていたと厳しく指摘しました報告書の公表後も加害生徒らから納得のいく謝罪はなく両親は障害罪で刑事告訴を試みましたが警察に受理されなかったといいますもう正直も無力感 母親として結局そこで両親は民事提訴を決断 SNS 上のいじめなどにより A さんの心理的負荷が強まったことや学校側の不適切な対応により適応障害を発症し自殺したとして死と加害した生徒11人に対し今月5日に損害賠償を求める裁判を起こします。 されてることをまだご理解できてないのであればやっぱり理解していただかないと、はい、認めていただかないと。